さあ、芦田愛菜です。嘘です、僕です。シルバーウィークですか。9月21日ですよ。今皆さんどっか行くんですかね、それとも何か買い物とかするんですか。僕はずっと家。そんな私がシルバーウィーク家にいながらも、買い物をすることができるんですよ。そう、インターネットならね。はい、救急車。はい、頑張って。僕今 iMac27 インチ、2013年生か4年生どっちか分かんなくなりましたけれども、今非常にメモリがですね、中途半端だったんですよ。最初ね、4ギガ4枚の、16ギガだったんですけど、それを8ギガ2枚追加しまして、16足す4だから、違う、計算もできないよね。違うよ、だから24ギガなんです今。解決、24ギガなんですよ。なぜかわからないけれども重たいんです。最初は快調だったんですよ。だけどファイナルカットアップデートしてから重たくなって、どうしようって思った中で、私はアマゾンにて、メモリを購入しましたので、8ギガ2枚、だから4スロットあるんで、32ギガに私の iMac がアップグレードいたします。ちょっともうさっきコンビニでお金払ったんで、あとはもう届くだけなんですけど、これでね、快適になればいいななんてね、思いながらも、もうシルバーウィークも終わったら、何次、みんなは何が待ってるの。僕には何も待ってないよ。ハロウィンの前に iPhone6 ですか。 iPhone 出て、ハロウィン来て、クリスマス来て、年末正月って感じ。いいですね。ハロウィンとか興味ないけど、なんか一度は行ってみたいよね。あの都会にすごい可愛い子いっぱいいるんでしょ、コスプレした。行きたいな。一人じゃねえ、誰か一緒に行ってくれる人がいたらいいんですけど。友達がね、今日が月曜でしょ。あと火水とまだ休みですよ。午後5時になりました。はい、午後5時ですよ。チャイムです。はい、冒頭で僕、芦田愛菜ですって言いましたけど、芦田愛菜ちゃん好きって言ったらすごいみんなから冷たい目をされました。じきに iMac のメモリが32ギガになる喜びを楽しみにしているシルバーウィーク中のショーコレでございました。また明日の5時にお会いしましょう。やった、ピザーラだ、嬉しいっす。はい、私。あ、すいません。はい、小林ホスピタルですか。いや、こちらピザーラですよ。ピザーラですか、はい、ドミノピザの電話番号教えてください。うちは